これより我が息子浦部由紀とは結びの儀に入る。行ってこい由紀と。あ、元気になった。あとはこのレバーを。私、あそこの食堂で働いてるアルラルって言います。どっかで見たことがあるようなファンタジー世界。やっぱりこれは夢にまで見た異世界生活。この1ヶ月俺がやったことといえば農作業、家畜の世話、酒造り。俺が思い描いていた異世界生活とはだいぶ違うが、案外悪くないのかもしれない。ん？あれは？この国には修正制度といって、国からの指示で自らの命を絶つ決まりがあるんです。なんでこいつらが死ななきゃならない。御霊様は必ず救ってくださる。おい、救えよ。救ってみせろよ。ユキト、やっと呼んでくれた。やっぱりユキトは僕がいないとダメなんだから。しおる暗い恐怖に沈め。僕は御霊、君の神様だ。この世界、宗教と神を作り出す神なき世界の神様活動。